えー、のとの編集でお送りしていきょうも「ジョネツク草チャンネル」のニュースのトラガルから、えー、ロシア経済関東団、この衝撃、ガス、うん、プロームがーついに最終赤字転落、ウ、えー、クライナー軍の正場の攻撃でガソリン生産量3割減、さらにこの幽霊戦団に欧州が気候禁止の制裁発動で輸出、うん、手段、失うことで、えー、ロシアの経済、えー、この絶好 じゃないですね。えー、この前も、えー、取引所がこの,、えーこのまあ、ドルとユーロかなで閉鎖してますね、えー。このガスプロムですね。えー、このソ連崩壊時かな。1999年、このソ,ソ連崩壊時の時に。えー 赤字になって以来、二十四年ぶりと言ってましたですね。この最初は赤字。えー、主にこの、えー、ガスプロムはこの西側ですね。ガス天然ガス、えー、を,を西側にしていますので、今回この中国ですね。中元向下にしても、なかなか習近平はうんとは言わないですね。したたかですね。そういうことで、この中国のこの。えー、まあ、経済ですね。アメリカも、まあ、第二次経済ということで、この三百。 人ぐらいですかね。さっき言ったように特定してそれは情報ですねさっきのこのセキュリティのことでこの情報で特定して300人ぐらいにロシアの制裁ですね今回もまた幽霊戦団ですね27隻十七隻結構多いですねそういうものが。 ですね、幽霊船団、そういう保険も効かないけど、欧州がこの気候を禁止、これはまた、北朝鮮の船も入りますね、そういうことで、ウクライナこのドローンで、特に次回ですね、こういうことでロシアの経済が本当に。 カウウンントダウンですね。えーえー、g t p はあこの全振,、えー、振りですねインフラとか軍事産業にして燃やしてそしてこのおもう国内産業がもうインフラこの、えー、消防署とかそういう、うん、インフラ施設が本当に、えー、ボロボロで火事が起こってもその、えー、この戦場にそういう。 ソースですね全部取られていますので、えー、またガソリンですね正常、えー、この効いていますねブロ,ブローブみたいにボクシングのブローみたいに効いていますので。 ついこの、えー、この国内戦争プーチンが戦争をやめればすぐ終わりますね、えー、プーチンがこのお自分の,この野望のために、えー、クルメ併合から始めてこのドンバスの部分戦争そして今回のお全面戦争ですね、えー、絶対にこのプーチンのこのブリクルの力による力の力の現状変更を許さなければいけません、えー、ロシアは本当に、えー、けもう経済、えー 見えてますね。はい、えー、では最後に、えー、今日のジョネツカサチャンネルのニュースのトラガオを,を確認しておきたいと思います。えー、ロシア経済の、えー、カウントダウン、衝撃、ガスプロムがついに最終赤字転落。 ウ、えー、クライナ軍の戦場攻撃でガソリン生産量3割減さらに幽霊戦団に欧州が気候禁止の制裁発動で輸出手段を失う、えー、このウクライナにエコアレですね、えー、ロシアはこのウクライナからあ手を引いて、えー、このウクライナからロシアプーチンを追い出してウクライナにエコアレ。 えー、このマサートのチャンネルはウクライナを応援しています。えー、マサートです。引き続き常年つくさチャンネルのニュースのトラウンをウッチングしていきたいと思います。えー、また聖書を学びたいというお友達も募集していますので。よろしくお願いします。次回のニュース、ー1分間言うときでお会いいたしましょう。マサートでした。春月です。パシャンプルジュ、シャロム、シャロム、シャロム。